まあ、今もご挨拶ありましたように、この制作一本、新幹線のことにですね、この全力投球でこの選挙戦を戦い抜かれた姿というのはですね、本当に、まあ、ある意味政治家としての原点に、こう立ち返られたようなですね、この大変この清々しい選挙だったんだと、このように私としてはですね、受け止めさせていただいているところであります。